さみたいな、なんかすぐなんかさっとか言って席立ってたから、あ、やべ、あ、なんか気まじいみたいなのあったんだろうな。ずるいことしかったみたいな。さっとすぐ立ち上がってたから、こいつよーと思って、ずるいことして勝ったんだろうお前。何やってんだろうな。生きてりゃ多分45ぐらいだよな、多分の人。今。当時20歳ぐらいだと思うから。まさかあの時投げはめした相手がプロゲーマーになってるとは思わねえだろうな。だからあんだけ全国大会っつっても歴代優勝者のうちの2人のうちに知り合うからな、初代と、あ、違うか、1人か、1人だわ。うー、マジ分かんない。1位と2位か、初代の優勝者と2位はなんか後から知り合うんだよな。すげえ、ふわんふわんふわん、わあすげえ、匠の技ですわ。はいはいはい、もう一回殴ってこれで。投げ傘ね、結構できるから3フレズレはねと思うんだけどな。あ、でもそっか、基本は2フレズレなのか。だとすればいよいよ2だもんね。当たった、あー遅え、どうでもいいけど、なんかサーマーよう当たるわな。うわなんかもう絵も飛んでるしワープするし、でもどれが本当の、どれがワープでどれがそのラグによるワープなのかがもう分かんねえよ。どこ今ベガはどこにいるんだって。でなんかちょっと目が疲れてきたぞマジで、酔うなこれ。音も二重だしよ。なんか変だなこの人、 PC だからっていうだけじゃん。そうだ、 PC プラス韓国か。
オフ。えい。えい。えい。うわっ。スラ発動。もう一回投げないとっか。バンズバンズバンズバンPC は？あ、そうなの？そういうことなんだ。なるほどな。じゃあ PC 同士は快適にやってるわけだ。そう考えるとなんか申し訳ないよね。カクカクするのおめえのせいだよって思ってるわけだな、向こうは。おめえが悪いんだよって。前日本だ上に PS4 じゃねえかよみたいな。わあ、ドバドバドバ。ああ、予約取りが終わった。じゃあこの空投げしたのに。空投げいらんか今の。アッパーで落として削って終わりか。わっ、逃げて。俺逃げて。やりました。おほ。マジ？はい。ヘッドでしょ。さすがにEXヘッドでしょ。違ったー。ああ、裏剣打ってからアッパータイクはさすがにずうずしいか。うわあ、狂ったようにソニック、狂ったようにソニック、狂ったようにソニック打たせろ、狂ったように。もうソニックしか勝たない、もうソニックしか勝たない、もうソニックしか勝たないよ。あ、逃げろー、かわせー。これどうなんだこれ。ああ、ちょっと疲れたな。ちょっとこの人でちょっと一回休憩するわ。頭がぼっちきた。
サウラビに入られてもことだしな。だいぶ対空できるのはうまいね。イエーイ、あスラですね。おーっとー、マジか。これはまだ使え、緊急事態なんで消します。あっ、うんうん、絶対ショーパン倒す最後。うん、ああダメだった。